スノーマン「紅白」出なくていい「N スペ」ジャニー氏の卑劣再びの一方 NHK 会長は圧力発言炎上の超殺伐10月20日に放送された NHK スペシャル「ジャニー喜多川アイドル帝国」の実像23日水曜日に深夜24日午前0時40分に再放送もされる同番組が波紋を広げている画像人類史上最も愚かな事件 ジャニーズ事務所創業者のジャニー喜多川氏去年87とそれを隠蔽してきたジャニー氏の姉メリー喜多川こと藤島メリーす子氏去年93彼らの人生に深く迫ったドキュメンタリーによって旧ジャニーズタレントの受け皿である新会社スタートエンターテインメントと NHK 紅白歌合戦 ノーファーをめめぐるる話にも改てて注目が集まってい NHK スペシャル以下「N スペは」は NHK の社会部の強い意気込みを感じさせる攻めた内容の番組でした。身内、元 NHK 理事で現スタート者顧問への直撃取材、さらにジャニー氏が多くの未成年に加害を行ってきたことを週刊誌の敏腕記者がメリー氏に追及したら、今から服を脱いで警察に電話すると言われるという。 明らかな脅迫で事実を隠蔽しようとしたエピソードなどが紹介されましたねワイドショー関係者特に視聴者から怒りの声が上がったのはスマイルアップ旧ジャニーズ事務所の被害者遺族に対する対応とその際の